世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。チャンスボールをミスしたとか、はい、ファインプレーをしたとかですね、はい、まあ、そういう場面の時は流れが変わりやすくてですね、今最終的にはいろんな流れがある中で吉村がレシーブでボンミスをしたとね、松下さんがおっしゃった、はい、ああいうので大島に流れがいくんですよね。そうですね、まあ、でも大島選手も台上のボールをこうチキータばかりしてたのを、はい、ダブルストップで小さいボールを混ぜた、はい、まあ、それが第4ゲーム良かったですね。最終ゲーム6対6から始まります。ちょっとこのショートゲームのネットが吉村増えてきましたね。取り返しました。今のはちょっと中途半端なサーブだったですね。もったいないですね、はい、さあ2本サーブ吉村、コース大島、今のは振りをつきましたね、もうずっとチキータ、はい、バックにボールを集めてましたから、はい、大島9点目。吉村選手攻撃をあまり仕掛けませんね。アウトです。大島も簡単には勝たせてくれません。いや今長いサービスを、はい、東野監督も首振ってましたけど、はい、長いサーブ使う場面じゃなかったんですよね。あ、そうですか。はい、短いサーブでいいんですよ。ちょっと吉村短いの手こずってますもんね、はい、まあ、吉村選手からしてみれば助かってます。助かった。はい、しに来ました。2対9。もう一球のその判断とか選択の間違いで流れ変わってしまいますからね。通常であれば9-7からサーブ権を持ってて、はい、2本連続取って大島選手の勝利っていう可能性もあったんですけど、はい、もうこれでピンチですよね。でタイムは、琉球取ったんです、はい、でも吉村のあの8点目を取った時の長いサーブを繰り出したのがターニングポイントになってるんですね、はい、そうですね、もしもこのまま吉村が行けば、はい、それでも全然いいと思う。まあ不用意な一球って言ってもいいと思うんですよね、はい、まあ、これで吉村選手どのサービスでどういうふうに点数を取っていくかっていうその作戦を、まあ、今頭の中で整理していると思うんですよね。苦しんでいる時は続けた方がいいですよね。そうです ね、はい、そのペア対局にあるサーブを繰り出さなくても同類でいいわけですよね。そうですね。ただ、まあ、このタイムアウトしかも琉球側が取って大島が悔いが残っているのに向こうがタイムアウト取った。またこれちょっと影響はありますかね。まあ吉村選手がサーブ権を持っているからタイムアウト取りましたね、はい、素晴らしい。吉村10点目。まあ短いレシーブ読んでたんですけども、はい、それをしっかり決めましたね、はい、身を乗り出してマッチポイント。崩れ落ちました大島。
吉村を釣り上げることはできませんでした。あの吉村に最終ゲーム8点目を与えたサーブ選択、ターニングポイントがありました。好調吉村、勝負強かったこの九州シリーズ大車輪の活躍です。吉村取ってマッチカウント2対2、頭を抑えた大島です。いや完全に大島選手のペースだったですよね。前にバックの方に小さいサーブを出したんですよ、はい、最初フォアに出して点数を取ってるのにかかわらずですね、はいはいはい、